少しだけ見えた。 私、逃げずに戦えた。 大丈夫ですか？ これでは、ネジ君に勝てそうにありませんね。 もっと修行しなくちゃ。 存在感なさすぎ。よし、俺が修行に付き合ってやるってばや。ナルト君、でもそうそう、どっからでもかかってこいってばよ。 機械中の術、相手がどんな金貨の虫であっても舐めたりはしない。
昔の人道対決、宗家と分家。変えようのない要素によって人は差別し差別され、分相応にその苦しみの中で苦しみ生きる。俺が分家で、あなたが宗家の人間であることは変えようがないようにね。本当は気づいてるんじゃないのか。自分を変えることなんて絶対にできない。人のこと勝手に決めつけんなバーガー。こんなやつやってやれ。ひなた、ナルト君、行くわ。私、まっすぐ自分の言葉を曲げない。私もそれが人道だから。私は、私には、この勝負俺が勝つ。これは運命だ。キャプテン、広がりは大丈夫。お前の…ダダ、ダダ、諦めろ。何をやっても無駄なことだ。私もナルト君のようになりたい。重剣と諦めろ。何をやっても無駄なことだ。助けに来たよ。お前ならことだ。ナルト君、見ていて。私もナルト君のようになりたい。重剣と、えい、やっ、はっ、それ、行きます。はっ、どう、ここで、ごめんなさい。次で決める。
ナルト君の、おかげかな。俺のおかげかい。やっぱ俺ってすごい影響力ナンバム。<笑>私はずっと見てきた。何年間もずっと見てきた。なんでかわからないけど、ナルト君を見てるとだんだん勇気が湧いてくる。私でも頑張ればできそうな気がしてくる。自分にも価値があるんだって、そう思えてくる。私もいつかナルト君のように強い人になりたい。ヒューガ日向伝。 ヒューガネジ伝。それでは物語の始まり。 ネジ君、勝負です。いいだろう。落ちこぼれだって努力の力で天才を打ち負かすことができます。所詮落ちこぼれは落ちこぼれだ。変わるなどしない。 人は決して変わることなどできはしない。見ていてください、カイ先生。ヒューガ流奥義。お前は俺の8拳のような。8拳2勝4勝8勝16勝32勝8拳64勝。見せてやろう、 ヒューガ流の奥義。128勝。諦めろ。ここだ。ここだ。
ことは最初から決まっていたことだ。差し違えてもなどという形でしか勝利を目指せぬ者に駒を先に進めることを天は許しはしない。本当に僕がネジ君に勝てる日は来るんでしょうか。こそこそ隠れず出てこい。たく、クソめんどくせえのに見つかっちまったぜ。エリートと落ちこぼれの差を見せつけてやる。めんどくせえけどしょうがねえな。人は決して変わることなどできはしない。なるようになるか。どうした？分かってこい。はい。はっ。やれ。せ。おうか。やくか。転結が見える。ここだ。俺の目はごまかせない。やる。ただ。ユーガ流体術。
おとなしく自分の運命を受け入れるんだな。チェッ、もともとこんなの柄じゃねえのによ。サレ、お前たちみたいな二千級をいじめても里の笑い者になるだけだ。はいはい、こんな奴とまともにやり合ってられっかってんだ。ガイのところのヒューがネジ君だな。うちのサスケとどっちが強いかな。気に